ヨアヒム・クリストフ・フリードリヒ・フォン・イエーツェは、プロイセン王国の貴族、軍人。最終階級は元帥。イエーツェは、ヨアヒム・パルム・フォン・イエーツェと、ドロアーテ・エリーザベト・フォン・フィンツェルベルクの間に、アルトマルクは、ホーエンブルシュで生まれる。イエーツェ家は、複数の家系に分かれて、アルトマルクに多くの所領を持つ同地の古い貴族で、同時代の将軍はアダム・フリードリヒは同族。 13歳の時イエーツェは、宮廷に上がり、最晩年の大戦抵抗、フリードリヒビルヘルムに故障として仕えた。大戦抵抗没後、イエーツェは、第十二不評連隊に入って、軍人の道に進む。大同盟戦争が勃発するとこれに従軍、ライン方面での作戦を経て、ネーゲルラント戦線で戦い、1694年、リューティヒ攻略。 1695年ナミュール占領に従事し、注意となった。短い平和を挟んで行われたスペイン継承戦争では、はじめライン方面の戦いに従事し、ついでドナウ戦線に転じて、バーデン・バーデン編共白、ルートビヒビルヘルムの指揮下に入って戦った。1704年ブレンハイムの戦いに参加し、腹を打たれて重傷を負う。 この時銃弾が見つからずに適室に失敗したため、体の中に弾が残ることになった。その後、イエチへの舞台は、イタリア戦線に転じ、1705年、カッサーノの戦い、1706年トリノの戦い、1707年トゥーロン包囲戦に、それぞれ参加し、大尉に昇進、中隊長となった。イゴプロイ戦がフランスと交話するまで、イタリア戦線に居続けるが、 この間1708年にドロテーア・ゾフィア・ホンボルシテルと結婚した。1712年少佐に昇進。プロイセンが大北方戦争に転じた後の1715年、イエーツェはシュトラールズント包囲戦に従事して同年中佐となった。1719年大佐に昇進した後、1725年第25不評連隊指揮官、1727年から、 第14不評連隊指揮官をそれぞれ務め、1733年に第30不評連隊シェフとなって自分の連隊を持つに至る。ポーランド継承戦争にも従軍し、1737年少々となった。フリードリヒ2世が即位してオーストリア継承戦争が始まるとイエツェもこの軍に加わり、1741年、まずグローガー攻略に参加する。 その後行われた、モルビッツの戦いでは、カルクシュタインの左翼不評戦列に属して戦い、その指揮について評価を得る。引き続きブリーク攻略にも従事した後、しばらく捕虜取り扱いを任された。これらの功によりイエッツェは、中将に昇進するとともに、クロワシ勲賞を授与され、さらにこの年の冬大王は、内政総督に転じたシュベリーンの代わりに、イエッツェをパイツ総督に据え、 さらに、ボルミルシテットとバンツレーベンのご両地監督頭の職を与えた。1742年の骨実の戦いでは、左翼の戦闘焦点で指揮を取り、敵の猛攻をよく防いで勝利に貢献した。1745年1月イエーツェは、不評代償となる。ホーエンフリートベルクの戦いでは、中央の不評戦列を指揮した。ゾアの戦いでは、 右翼不評軍団の指揮を取り、大王の指導の元コーチの敵に対する攻撃を実施した。この攻撃は、オーストリア軍の熾烈な砲撃によって、敗下の指揮官が何人も戦死するほどであったが、イエーツェは、他の将軍の模範となる再配ぶりで攻撃を成功に導いた。講和後の1747年イエーツェは、元帥に上された。1752年、イエーツェは、 ポツダムで大王と会談中に卒中を起こし、そのまま死去した。ありがとうございます。